はい、皆さんこんにちは、アチでございます。信長の野望戦国群雄伝、目指す本能寺の変ですね、やっていきたいと思いますが、本当心配なことが起きました。1582年では全然起きませんでした、本能寺の変がね。さあどうしちゃおうか。これやっても仕方がないんだよね。秋、いや讃岐に持っていこうか。496-816、ちょっと待って。おお、ちょっと待って、さぬき何もないの全額持っていくことになってんじゃない。ちょっと待って、さぬきやばいんじゃない。何してんだ高原さん。いやそんなこといいからさぬきを盛り上げなさいよ。おい、ちょっとこの国はそんなことしなくてもパラダイスなんだから。とんでもないねこれ。あ、運んだらダメなのか。そっかそっか、前にも言ったね、運んじゃうと溢れささないとダメなのか。もう彼らがバンバン送ってくんだね。あー、これもうこれもうすごい葛藤があるな。これやっちゃダメなのか。あー、もうやっちゃダメなんだね。輸送しちゃうとまた持ってこようとするんだ。ほんとこれの委任を設計した人ちょっと呼び出さないといけないわなんてことしてんだってね。ああ、これはまずいな。とりあえず、上司交代で24。誰が、ああ、そうだ、穴山さんだ。で、委任しましょう。で、25。西坂さんで委任を解除しましょう。で、19、山県さんで委任しましょう。これでいいかな。で、褒美ね。もう十分なんだけど、こっちが悪いね。そうか、これ兵を輸送、兵というか、資源の輸送するのに、もう重税したりとか、後先考えずにとんでもないことになっちゃうんだね。いや、まあこれとりあえずこれでいいか。ああ、いや、驚いちゃった。はい、みっちゃんとこもこれでいいでしょう。稲葉田島で舞さん、はい、いいでしょう。それかちゃんと毎月俸禄払うんでお金減ってんのかな。あ、毎月というかね、このし、春と秋にちゃんと俸禄払うようになってんのかな。今のゲームじゃね、俸禄払うようになってんだけどね。うわ、お金また兵糧とか増えてっから、また無茶してんだねこれ。周りの国は早く土佐取れよと思ってんでしょうけどね。いや、あ、20になちょっと待って、また兵士増えてるわ。ダメなんだっちゅうの本当に。もう誰来たの。まあ伊賀に振り込もう。ああ、丹羽長秀さん来てるダメだっちゅうの本当。もうあなた城主でしょ、城主が入っていてどうすんのと。まあ、これまた配っちゃうとまた帰ってくんだよね、きっとね。もう配っちゃったけど。いや、もう早く摂津泉切ってちょうだい。あ、来たー。もう、これで掘り込んで。うわ、411に。もうね、もう、再編成。10、20、30、40、50、60、70、80、あ、これ90にしてるね。80、10、11、0、12、0、16にいるんだね、ここ。はい。で、西坂さんを100、竹山さん100、ミキさん100、あ、ミキさん0だわ。ミキさんを連れていこうとしてるんでね。ね、ミキさん、キーをあんなことしたら先輩だから、もう私の元に置いて、もう見張っとかないと、あの人、上司になったらえらいことになりそうなんで。で、はい、よろしいです。で、1の移動で山城に、ミキさんを連れていくと。ミキさん、行動200あるじゃないと。ういよ、ああ、わあ、民の忠誠、ちょっと上がったかな。まあ、あとは西坂さんに任せよう。はい、竹田のかっちゃん、次行きましょう。は
はい、みっちゃんね、みっちゃんも次行きましょうか。お、あ、一気か。一気、ちょっと待って、今各自で一気って、また土佐一気起きたんだね。山城の税率はね、30でいいでしょ、もう。はい、民を汚れますら、もう設立も30でいいでしょ。あそこ民低いから。民中でね、丹波は30で。はい、民も喜びますら、と、阿波も30で。もういらないんですよね、逆に。増えるから。はい、大和で島寺さん。はい、取り立てましょう。おー、なんかいろいろ死んじゃった。ああ。このお亡くなりイベントは、おー、武田の信繁さんがお亡くなりになっちゃった。あ、野見さんもお亡くなりになっちゃった。あ、秋山さんも。飯尾さん。時さん。武井さん。え、武田の信林が亡くなっちゃった。あら。武田のかっちゃんもやばいのか。あ、武田のかっちゃん、ちょっとした私の心の拠り所だったからね。はい、20になって兵士が6です。これでいいですね。さあ、ちょっと待ってね。ちょっと気になるのはね、摂津の国です。あ、この人一番政治高いね。魅力高い人の方がいいのかな。魅力高い人の方がいい政治するのかな。いや、そんなことないよね。外交ぐらいしか役に立たないって聞いたんで。あー、いい人あんまいないもんね。あー、さあ、じゃあもうここでね、人事で上司交代25、西坂さんだね、委任しましょう。あとは、うん、あと OK だね。で、こっちは、誰にしようかな。あ、みんな良くなったね。あ、もうみんないいわ。逆にお金かけるとこないので、将棋でもしましょうか。小原さん、109だ、108だね。うん。はい、商人たちも喜びますわ、だと。で、あ、もう、あと治水かな。治水で、あ、牧前さんにやってもらおっか。46。はい、余計お考えに答えた。あ、あら、100なんなかったんだね。さあ、送っていきましょう。さあ、あとは本能寺の変がいつ起こってくれるのか。あ、ここももう何もしちゃダメなんだね。契約で下げられてることはないよね。この下がり方はどう見てもお金がない下がり方だよね。おお、あ、抜かれてもいいんだけどね。ちょっと、ほんと、毛利さん心配だわ。はい、みっちゃん OK です。はい、摂津泉で、酒井忠次さん。え、酒井さん摂津泉に来てんの。おらら、あ、いいですよ。本当かい？もうまた起こさないでよ、もうね。まあ、逆に言うと、どの面下げて、そんな、どの面下げてきたみたいな感じなんだけどね。さあ、宮部さんも、すっことがないわね。忠誠マックスでしょ？ね。借金してもいいのかなと思ったんですけどね。借金して返して、借金して返して、借金して返してくれたら、なんかね、商人と仲良くなって、取引しても、米高く買ってくんないかなとか、今ね。ああ！あの人亡くなっちゃった。大崎さん。大崎さん亡くなっちゃってたんだ。あら、まあ。そうなんだね。大崎さん亡くなっちゃってたんだね。あ、いや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 、あ、ちょっと訓練しておこうかな。あ、でも、みっちゃん訓練しない方がいいのか。みっちゃんは訓練しない方がいいんだね。さてさて。あ、大
本作者亡くなっちゃったか。もうみっちゃん一人だね。いや、へえ、やっぱぶっ飛ぶんだね。へえ、何人か60人ぐらい持ってましたけど、ぶっ飛びましたね。そういう扱いなのか、これ。あいたあいたのとうとう999になっちゃったね。じゃあ、そういうことないからね、訓練でもしましょうか。はい、1、2、4、5、7、8、9、と、と。20人いるからね。あ、もういいや。めんどくさくなってきちゃった。はい、と。臭いね。はい、じゃあ行きましょう。605人もいるのか、兵が。さあ、じゃあどうしましょうか。私のとこも訓練しちゃおうかなと思うんですけど、とりあえずね、あ、私100なんだね。まあちょっと秀吉さんあたり訓練しときましょうか。あと誰だっけ。あとはいっか。はい、とでね、ちょっと今思ってるんですが、武装度も100にしちゃおうかなと思ってですね、上りの方は。武器の購入、戸川さん、ドクテンさん、高っ。まあ50やったら、あ、今得なのこれ。ああ。で、こうするとどうなんの？あ、武装100になった。てか100だったのかな？もともと何本だったか覚えてない。見てないんですけど。さあ、もうこれでいいか。もうこれでいいでしょう。あとはもう、本能寺の変が起こるのを待つだけ。はい、みっちゃんももう、治水だけしますか。お、みっちゃん一人だったね。私がね、紹介してもらった動画かな、見た動画あるんですけど、あれだとね、ほんともう、みっちゃんがね、丹波からね、山城に向かってね、あ、東京の山に何言ってんのと。もう、丹波の国を捨ててまで攻め込みに行くんで、丹波がね、空白地になっちゃうんですよ。攻め込みに行った後、謀反起こしてね。だから一人でも十分謀反を起こせると思いますんで、人は呼ばなくていいのかなと思っておりますね。はい、もうね、抜群の感じになってきました。あとは本能寺を待つだけね。もう金も兵糧も999で溢れるようになったら、周りの国も豊かになっていくと思い込んでるんですけどね。周りの国が輸送できなくなるからね。変にパラダイス、変にお金使っちゃってダメなんだね。もうみんなが最前線にお金を送ろう、お金を送ろうとしてね、困窮していくからね、その国が。お、3人来たよ、武将。誰？明智の一はもう55だで。明智の道の方が年上なんだね。あら、あと2人は、なんか、戦闘能力が高いね。あ、雷竜さんが来たのか。さあ、じゃあこのままで行きましょう。あら、治水下がったような気がする。我らと同盟を結びませんのか。いや、いいでしょう。ほんとね、同盟仲良くして、あ、この人だ、教えていただいたんですけど、この清水さんって、ねえ、本能寺の変を起こした時に秀吉さんと戦ってた人なんですかね。ねえ、金16、いいでしょう。姫さんは娘子やらないよ、ほんとね。なかなかの人なんですね、この人ね。うわぁ、999になっちゃったけど。まあでもいいでしょう。あと怖いの台風だね。もう調整で上げる必要ないね。
駿河、越前、さぬき、あ、だけだったね。はい、さぬき。はい、はい、いいでしょう。さあ、もう、半年超えましたよ、1583年も。まだ来ない。あ、時間よくなっちゃいましたね。じゃあ、この辺で終わっておきましょう。信長寝坊戦国軍油田目指せ本能寺の変ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。